皆さんこんにちは、 H センスの浜田です。本日の動画は新しい会社案内のご提案というお話をさせていただきたいと思います。それでは早速お話ししてまいりましょう。会社を経営されている方でしたら、会社案内のことを気にしている、またはですね、気にしたことがあるという方が多いと思いますが、サラリーマンなど経営者でない人にとってはどうでもいいことかもしれませんね。でもですね、自分の会社のことを理解してもらうためには、社長やですね、社員などのスタッフが顧客などに対して口頭で説明するか、紙の会社案内を見せながら説明している企業がまだまだ多いのではないでしょうか。そんな光景はもう一昔前のこととしまして、新しい会社案内を今回は提案したいと思います。まずですね、弊社はデザイン会社をずっとやってきましたので、何か新しい会社案内はないものかと常々探していました。以前はですね、カード型 CD を名刺代わりに顧客に渡してですね、それを PC に読み込んでもらったら、パワーポイントで制作したものやちょっとした映像を流してですね、そこから自社のサイトに誘導するという流れで、会社案内としての役割のですね、カード型 CD を渡したりしていました。ちなみにカード型 CD ってご存知ですか？これですよ。これ。わかりますかね？当時ですね、少しは流行ったかと思いますが、容量が少ないので映像をガンガン取り込むことはできなかったのを覚えています。今はですね、もう 5G の時代になりますし、スマホが当たり前でタブレットを持っている方も多くいらっしゃいます。最近のですね、このソーシャルディスタンスのせいもありまして、リモートでの名刺のやり取りなんかも増えていくでしょう。こういった時代の中でですね、私が提案したいのは動画の会社案内です。簡単なものでは、動画でですね、ウェブサイトを表示させながら音声を入れて説明していくものから、代表者などが画面に出てですね、会社のビジョンやサービス内容の説明をしていくもの、そして役者さんなどを起用してテレビ CM っぽく作っていくもの、そしてですね、究極なものはエンターテインメントを取り入れた、見ている人を魅了し会社の魅力や強みを表現する映画風な作品も出てくるでしょう。こういったものをですね、モデルや俳優さんたち抜きで企業の人間だけでですね、エンターテインメントができてしまったら、これ最強の会社案内になりますよね。その人自身が会社にいると分かればですね、安心感も湧きますし、ここに仕事を頼みたいとかですね、この会社に入りたいと思わせることが容易になるでしょう。さらにですね、こういったスタッフがいるようであれば企業の SNS でも起用できますので、さらにいいことだらけですね。ではまずですね、弊社の新しい会社案内をご覧いただきたいと思います。恥ずかしがり屋さんが多いのでですね、ウェブサイトなどを中心にしたものをお届けします。それでは早速ご覧ください。皆さんこんにちは、 H センスの代表の浜田です。今回はですね、弊社の会社案内動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。まずはですね、弊社グループ全体のミッションについてです。それはですね、人生を感動とサプライズとユーモアのある旅に、私たちはそんな旅のプラットフォームを作ることに全力を尽くしますというものです。そしてですね、私たちは今後目まぐるしく変動するであろう世の中に対して新たな価値を創造し、新しい夢のある人生のためのサポートができる仕組みをご提供いたします。新たなワークスタイルの提案であったり、新たな住環境の提案であったり、新たな価値のコンテンツの創造だったりと、これからのライフスタイルを提案してまいります。ここでですね、少し私のお話をしたいと思います。祖父や父が会社を経営していたこともありまして、私は28歳の時に企画制作会社として起業しました。
投資マンションの営業販売からウェブ制作会社経営、そして企業との合同プロジェクト、飲食店経営や新規ホテル事業の展開など、立ち上げからですね、運営まで他業種のさまざまな知識と経験が豊富です。起業してから20年間であらゆるジャンルの200社以上のウェブサイト制作に携わり、数十社との企業とプロジェクトを立ち上げてきた経験をもとに、現在ですね、集客、人を集めるですね、生産性の高いシステムの構築導入を担うインターネットマーケティングに関するコンサルティング業務を行っています。続きまして、弊社のですね、概要をお話しいたします。設立は2017年3月14日でして、3年前になります。グループ会社としては20年になりますが、Hセンスはまだ設立して3年の若い会社です。本社はですね、目黒区の青葉台になります。こんな感じのビルに入っています。従業員はアルバイト含めて10名になります。こんなメンバーでやっています。資本金は2000万円となっております。概要はですね、こんな感じでして、次にですね、サービス内容をご紹介いたしましょう。Hセンスでは主に3つのサービスを展開しております。まずは1つ目、集客できるウェブサイト制作作り。2、最新のマーケティングツールの導入。3、売上を激増させる仕組みを構築するコンサルティング。この3つとなります。まずは集客できるウェブサイト制作作りとはどういうことかといいますと、 SEO 対策で全国トップクラスのノウハウをクライアントのウェブサイトに生かすことで成果を上げること、そしてサイトに訪れたユーザーがきちんとですね、セカンドアクションを取れるサイト作りをすること、そしてですね、テキストや画像だけでなく動画コンテンツで見せていくことを進めています。次にですね、最新のマーケティングツールの導入です。これはですね、新規顧客を開拓するためにはそれぞれの見込み客が持っている興味や関心、その行動に対してですね、最適な情報を最適なタイミング、最適な方法で提供するマーケティング活動が求められます。マーケティングオートメーションという最新のツールを使用して、見込み顧客自身の固有情報や見込み顧客から収集した各種情報の一元管理、育成、さらにはホットリードの絞り込みまでの活動を自動的に行う役割を果たします。そして最後にですね、売上を激増させる仕組みを構築するコンサルティングです。これはですね、コンテンツを開発し実践まで落とし込めるようにですね、6ヶ月間の時間をかけて戦略から構築、プロモーションまでの全てを実践スケジュールに沿ってマンツーマンで徹底的に構築してまいります。特別な技術や手間は一切不要で、そのままご相談ください。あなたの強みを明確化して、その強みに基づいたコンテンツ戦略をその場で立案、実践スケジュールまで共にですね、構築いたします。また大体の制作の金額についてですが、このようになっておりますのでご参考ください。そしてコンサルティングの費用はこんな感じになっております。この他ですね、更新代行やサーバーレンタル、写真撮影や動画制作などを行っております。実績としましては、このようなクライアント様とお仕事をさせていただいております。下請けで制作しているものはですね、ここには記載できませんので、あらかじめご了承ください。ここに掲載している金額はですね、あくまでも目安ですので、何かありましたらいつでもお電話やメール等でですね、ご相談ください。お待ちしております。弊社の強みは制作実績の多さからマーケティングに長けていて、集客ができるというところです。特に SNS のネットプロモーションの構築と活用は他社ではやっておりませんので、一番の強みと言えます。 SNS 等の構築や活用方法がわからない方は、ぜひ下記 H センスからお問い合わせください。メールでもお電話でも構いません。 Facebook や Instagram のですね、 DM からでも構いません。よろしくお願いいたします。H センス株式会社はこれからもですね、社会に貢献できるよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
どうでしたか。今回はですね、ウェブサイトをメインに動画を用いた会社案内動画でしたが、いかがでしたでしょうか。次回はですね、エモーショナルバージョンをお届けしたいと思います。以上で新しい会社案内のご提案という話を終わりますが、いかがでしたでしょうか。動画を用いたですね、新しい会社案内の制作のご相談ご依頼はですね、下記 HSense のホームページよりお問い合わせください。お待ちしております。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。